こんにちは、ホタルアミキッズです。今回はこちらの余り糸と在庫糸、これを使ってヤーンホルダーを編んでいこうと思います。このカルテットは去年の冬に購入したものになります。セリアで購入したものなんですが、すごい可愛くって大量に購入してきました。このカラー2番がお気に入りで、いっぱい買って何作か編んだんですが、3玉とこれくらい残ったものがあります。あとこれとこれに関してはカラーナンバー1番と4番なんですが、もうこれは1玉ずつ残っているだけで、入り数もそんなに長くなくって40メートルあるだけなので、ちょっと1玉だけだとどうしようかなって悩んでたものがここに残ってます。で、この糸はちょっと作りかけて編みほどいたものになります。メランジテイストになるんですが、取ったまも多分ないと思います。 0.8 玉ぐらい残ってます。あとはソフトミックスとウールブレンド、これはもう本当に少ない量が残ってるだけです。このアルパカプラスも最後本当にちょこっと足りなくって一玉購入して残っているものになります。で、これも入り数が一玉29メートルの量になっているので、一玉弱残っててどうしようかなと思ってたものになります。で、今回はこれを組み合わせながら2本取りとかで編んでいって、8ミリのかぎ針を使って編んでいこうと思います。サクサクっと簡単に編んでいこうかなと思います。今回はこの白い糸3種類あるんですが、ちょっとその種類とか気にしないで、このメランジテイストのベージュと引き揃えて底の部分を編んでいこうと思います。で、側面の部分をこのカルテットを使って編んでいくんですが、これも2本取りにして編んでいこうと思います。カラーナンバー2番が3玉とちょっと残っているのと、あと1番と4番が1玉ずつなので、2番と4番で引き揃えて、2番と1番で引き揃えて、この引き揃えて編んでいった感じの色味とか楽しみながら編んでいこうと思います。この糸がちょっと余っちゃうんですが、これはもう2本取りにして編んでいこうと思います。では早速編んでいきます。メランジテイストのベージュと白い糸を組み合わせて、底を楕円形で編んでいきます。で、楕円形もちょっと丸に近い楕円にしていきたいので、作り目を短めにして編んでいきます。結び目をして、鎖で5センチくらい編んでいきます。鎖5目分が約5センチの長さだったので、この長さで編んでいこうと思います。ではいつものように楕円を編んでいきます。別動画で楕円をゆっくり編んでいます。概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらをご参考にしてみてください。毎段6目ずつの増し目をして楕円をしばらく編んでいきます。毎段6目ずつの増し目をしながら11段目まで編んできました。横が約24センチ、縦が約20センチの大きさになってます。だいぶ大きくなってきました。湯沢屋のワンダーウールが一玉余裕で入るくらいの大きさになってます。ちっちゃいものだと4玉か3玉入るぐらいの大きさになってます。好きな大きさまで編めたら、マーカーを外して、次は増減目なしで細編みでぐるぐると編み続けていきます。鎖1で立ち上がって、根元に細編みです。最初の目にマーカーをつけて、あとは一目に一つずつ増減目なしで編み続けていきます。
増減目なしで4段編んできました。ここで白い方の糸がなくなってきたので、ここで編み終わろうと思います。段の最後は最初の目に針を入れて引き抜き編みで編み終わります。このまま少し糸を長めに引き出してカットします。メランジテイストの方は全部で 0.67 玉ぐらい使ってると思います。それに合わせてこの白い方の糸も使ってます。白とベージュを別々で編んで組み合わせたことは何度かあるんですが、この2本取りで引き揃えて編んだことが意外にもなくて、この引き揃えて編んだ感じもとっても可愛いんだなっていうのが今の感想です。ではここからカルテット、これを使いながら編んでいきます。カラーナンバー2番と4番を引き揃えて、カラーナンバー2番と1番を引き揃えて編んでいきます。同じように2本取りにして増減目なしで何段か編んでいきます。編み終わりの目に針を入れて2本取りを引き抜きます。先ほど少し長めに残した糸端を巻き込みながら編んでいきます。鎖1で立ち上がって根元に細編みします。かぎ針の上に糸端を乗せて糸を引き出して細編みします。細編みの頭にマーカーをつけておきます。あとは前段と同じように一目に一つずつ増減目なしで細編みで編み続けていきます。では何段か編んでいきます。糸を変えて細編みで5段編んできました。全部で高さが約9センチぐらいの大きさになってます。最初はこのカルテット全部使ってもうちょっと高さを出してバッグみたいな感じにしようかなと思ったんですけど、思ってたよりこの糸の組み合わせがすごい可愛かったので、というのとメランジテイストの方がまだちょこっと残ってるので、これはこれの作品にしてもう一個同じように編んでいこうと思います。大きさはもうちょっとこれよりちっちゃくなっちゃうかもしれないんですが、同じ感じで編んでいこうと思います。最後残り少なくなってきたので、最後の段はバック細編みで仕上げていこうと思います。ここからバック細編みをしていきます。段を編み終わって最後引き抜き編みをしたところです。この引き抜き編みをした根元です。ここにマーカーをつけておきます。ここがぐるーっと一周編み終わった最後の目になります。では鎖1で立ち上がって、立ち上がり目の右隣の目です。ここに針を入れて糸を引き出して、針にかかっている糸を一度に引き抜いてバック細編みしていきます。右隣の目をすくって糸を引き出して一度に引き抜く。右隣の目に針を入れて一度に引き抜く。繰り返して一周編んでいきます。最初にマーカーをつけた1個手前まで編んできました。マーカーをつけておいた目が最後の目なので、マーカーを外してこの目にもバック細編みをしていきます。一周編めたら糸を少し長めに引き出してカットします。最後はとじ針を使って糸始末していきます。
2本の糸端をとじ針に通して立ち上がりの鎖編み、ここの入るところに針を入れて向こう側に持っていきます。ギュッと引き締めて最後のバック細編みのぷくっと出たところです。この斜めに入った縦のラインのところ2本をすくって向こう側に糸を持っていきます。こんな感じに綺麗に仕上がります。あとは編み地の後ろ側で糸端を隠していきます。余分な糸はカットしておきます。完成です。同じ目数で2つ編むことができました。で、余り糸と在庫糸を消費して作っていこうと思ってたんですが、意外にこんなに可愛くできるとは思ってなかったのですごく大満足です。最初に編んだ方は白い糸を使ってベージュのメランジテイストと引き揃えて底を編んでいます。この上の部分はカルテットの2番と4番を引き揃えて編んでいます。このカルテットの2色を組み合わせて編んでいくとまた違った感じの雰囲気になるのですごく楽しかったです。で、こっちは2個目に作った方でメランジテイストの余りとこっちでちょこっと残ったカルテットを使いながら底の部分を編んでいます。こっちのカルテットの2番の方、これがここの部分がカルテット2番だけを2本取りにして編んでいるところです。その上をこちらの色です、カルテットの2番と1番を引き揃えて編んだ部分になります。この部分もすごい綺麗な色が出てて両方とも私好みの色が出たのですごい満足してます。底の段数も11段、上が10段、このバック細編み合わせて10段編んであります。両方とも同じ目数になってます。大きさは底が約23センチ20センチで高さが10センチくらいの大きさになってます。お家にある余り糸と在庫糸でこんなに可愛い色が出ると思ってなかったのですごく感激です。めっちゃ可愛い色です。よかったら参考にしてみてください。今回も最後までご覧くださりありがとうございます。